非科学、位相空間論及び関連する数学の分野における、平集合は、補集合が開け集合となるような集合を言う。位相空間における平集合は、その極限点をすべて含む集合としても定義できる。距離空間に対しては、平集合は、点列の極限を取る、操作のもとで閉じている集合として述べられる。 位相空間において、部分集合が兵であるための必要を十分条件は、それが、自身の兵包みと一致することである。同じことだが、集合が兵となるための必要を十分条件は、それがその極限点を全て含むことである。あるいはまた、兵であるための必要を十分条件は、それがその境界点を全て含むことであるということも、できる。平集合は、 兵包み作用素の不動点である。これは多様体が兵であるというのとは意味が異なるので混同してはならない。兵集合は自身の境界を全く含む。これは兵集合の外部から意の方向に小さく動いてもまだ集合の外側にいるということを意味している。このことは境界が空集合である時にも満足されることに注意する。例えば、 有理数全体が通常のユークリッド距離に関してなす距離空間で平方が2よりも小さい数全体のなす部分集合を考えればよい。実は集合 X と X の部分集合属でこれらの性質を満足するものが与えられたときを平集合形とする X 上の位相が1位に定まる。平集合が蒸気の交差性質を持つことは 空間 X における部分集合 A の平包みを定義するのに利用できる。具体的には A の平包みは A を含む平集合すべての交わりとして構成することができる。平集合からなる加算集合属の合併として構成することができる集合は F シグマ集合であるという。F シグマ集合は必ずしも平でない。 回集合を用いた蒸気の兵集合の概念は、位相空間においてのみならず、位相構造を持ち込める、距離空間やカビ分体様体、一応空間及び、ゲージ空間などにおいても意味をなす。兵集合に関する別の特徴付けが、点列や有効点属を通じて与えられる。位相空間 X の部分集合 A が X において、兵であるための必要を十分条件は、 A の元からなる22の有効集合の極限が、再び A に属することである。距離空間などの第一加算空間においては、有効点属をすべて考えなくても、点列の極限と、収束だけ見れば十分である。このような特徴付けの一つの価値は、位相空間よりも一般である。収束空間の文脈で定義として用いることが、できるという点である。この特徴付けは、 周辺空間 X にも依存するものであることに留意する。集合が平か否かは、それが埋め込まれている空間に依存するが、コンパクトハウスドルフ空間は、絶対兵であるから、この場合は、周辺空間は、全く問題にならない。完全生息ハウスドルフ空間を、コンパクトハウスドルフ空間にするストーン、チェックコンパクト化の過程は、ある種の収束しない。 有効転属の極限を元の空間に付け加えることとして記述することができる。さらに言えば、コンパクト空間の耳の平集合はコンパクトであり、ハウスドルフ空間の耳のコンパクト集合は平集合である。平集合によるコンパクト性の有用な特徴付けを与えることもできる。位相空間 X がコンパクトであるための必要、十分条件は、 X の空でない編集合族でその交わりが空ならば必ずその有限部分族で交わりが空となるものが取れることである。位相空間 X が不連結であるとは互いに交わらない二つの空でない編集合 A、B でそれらの合併が X となるようなものが存在するときに言う。さらに X が完全不連結であるとは それが兵集号からなる回帰を持つときに言う。ありがとうございます。